今日はデュラムセモリナ粉で生パスタを作っていきたいなと思っています。今日用意しているのがデュラムセモリナ粉 500g です。そして卵入れる入れない結構好き好みによるんですけど、僕は入れてます。今回塩入れます。ちょっとラベル外れちゃったんですけど、スペインのオリーブオイル使います。パスタをこねるためのシートなんですけど、貼り付かないのでとても便利です。シリコン製かな。さて早速練っていきたいと思います。乗せます。真ん中にくぼみを作っていきます。もんじゃ焼きの土手みたいな感じで作っていきます。さてで、ここで登場するのが卵です。こう割り入れます。よいしょ。すごい、本当にもんじゃ焼きみたい。混ぜていくとだいぶこんな形で形ができてきます。なのでこう混ぜるようにこう押すように伸ばして、こうなんていうんだろう、伸ばして折るみたいな。今回パスタでよく使われるそのデュラムセモリナ粉っていうこのなんですけど、デュラム小麦っていう品種の小麦を、まあ、少しこう粗く引いてるというか、そういった粉の、 小麦粉なんですよね。で、割とコシがある仕上がりになるのが意外とこう特徴だったりします。ちなみにだいぶこう形がですね良くなってきたんですけど、ここまでいくとだいぶグルテンを形成するとすごくこれもちもちに仕上がってくるので、よくこねる結構大事だったりします。こう伸ばすようにやっていくと意外と簡単に練っていくことができます。よいしょ。感じかな。だいぶいい感じになってきました。大体いい感じになってきたので形をちょっと成形していきます。よいしょ。こういうふうに回すように成形してあげると綺麗な丸になります。そしたらよくオリーブオイルを塗って、表面が乾燥しないようにします。よしよし。こんな感じですかね。で、そしたら乾かないようにラップしてちょっと寝かせます。よいしょ。こんな感じ。ちょっとだいぶ生地が馴染んでくるので寝かせます。よいしょ。生地がいい感じになったので伸ばしていきます。そう、いい感じ。だいぶ不格好だけどまあいいか。そしたらカッターみたいなのがあるので切っていきます。よいしょ。わ、すごい、めちゃめちゃいいねこれ。よいしょ。
感じで。いい感じ。Yeah.